話し声が聞こえる。やっとだな。私もアナスタシアさんみたいな大女優になって演劇を盛り上げるぞ。アナスタシアさんみたいに君みたいに私みたいな貧乏な体で誰かに揉んでもらえば大きくなるとか聞いたことあるけど試してみようかな。なんだって、何を揉むって言うんだ。ダメだ、体が勝手に。さくら、話は聞かせてもらった。神山さん、これは夢？その通り、これは夢さ。だから何も心配することはないよ。夢なんだよね。こんなことあるわけないし。でもこんな夢見ちゃうなんて恥ずかしい。聖兄さん、ごめんなさい。いや、いいんだよ。じゃあまたね、さくら。もう聖兄さんの顔まともに見れないよ。ちょっと調子に乗りすぎたかな。なんだか悪いことをしてしまった。こら、バカ聖獣郎、もうこんなことしちゃダメだぞ。